はい、カッパーチェフクロ、カッパ園長です。じゃあ今度は、亡国側につく国なんていないだろう。まあ世界でね、海外の人たちが話題になっていたんですけど、これはもうあれですよね、亡国のね、強制労働云々かんぬん、現金化、報復にね、日本が、例えばこの亡国のね、ある電子企業ですよね、日本支社差し押さえを検討とか、まあそのね、日本政府のこのなんだ対応というか、そのなんだ計画というか、これに対して、まあ海外で話題になっていたって、そういうお話ですかね。記事の方はもう軽くおさらい程度で、日本の政権与党自民党が、まあ亡国大法院による、まあ賠償判決ですよね。で、差し押さえられた日本企業の資産が現金化された場合の報復措置として、東京の、まあ、日本の、亡国大使館、あとは、まあ、亡国企業の雲電子、日本支社の差し押さえを、日本政府に要求していたことが18日までに明らかになりましたよと。これについて日本政府は法的検討を行い、困難だとの立場を伝えたが、自民党は依然として強硬対応を求めている。で、菅義偉首相が最近、このね、賠償判決で資産現金化された場合は、亡国を訪れることはできないとの立場を、政府に、亡国政府に伝えた背景には自民党のこうした強硬な立場があったとされていると、複数の東京外交筋が、自民党強硬派は大法院判決で差し押さえられた日本企業の資産が売却された場合断行辞さないほど、強硬に対応すべきだとして、東京の、まあ、亡国大使館とで亡国企業の雲電子支社をに対する差し押さえ案を報復措置として要求したと述べた。で、亡国政府を代表する大使館と財界を象徴する雲電子に対する差し押さえを求めた格好で、まあこれを見た世界の反応がここからですかね。こんな感じですかね。言ってるだけでどうせ何も起こんないから大丈夫だよ。で、次の人、この問題で亡国裁判所の判決が出てるから日本も何かしなきゃいけないからね。で、次の人、専守防衛っていう国の理念からちょっと外れてる気がするんだけど。で、次は、亡国に進出してる日本企業の財産の方が、日本にある亡国企業の財産より何倍も多いんだよ。で、次の人、こういう対抗措置を考えてるっていうのをそろそろやめたら。で、次の人、まあ検討してるだけで実際には何も起こんないから心配しなくて大丈夫。で、次の人、亡国大統領って、まだ GSOMIA 交渉カードに使いたいんだよね。で、次の人、この問題で賠償金って US ドル、500万ドルぐらいだよ。で、この問題に関しては日本の方に部が悪いような気がする。ほう、なんででしょうね。で、次の人、また日本国民の税金が無駄に使われそう。で、次の人が、コメント見てると、賠償金のために戦争するみたいな感覚の人が多くて呆れるよ。で、次の人、この問題って全然未来に向けて前進してないんだけど。なんででしょうね。で、次の人、二国間関係が8年ぐらい前から全然前進してない。稀に見る悪霊。で、次の人が、もし日本と亡国の間で、戦争が起きたら、亡国が勝つと思ってる人なんているの？さあ。本人たちはそう思ってるんじゃないですかね。で、次の人、日本の人口って亡国の3倍だけど、誰かそれ理解してるの？で、次の人が、もし日本と亡国の関係が悪化したら、亡国側についてくれる国なんて世界中どこにもいないでしょう。で、次の人、亡国が8年以上前の出来事を今でも恨んでるのは理解できるけど、そろそろ現実的になるべきだ。で、亡国は日本を蹴落とそうって思い続けるよりも、世界でニッチ市場を開拓することに注力すれば、もっと幸せな国になれるのにな。まあ、ちょっと難しそうですけどね。で、次、もっと大きな敵が近くにいるんだから、日本と亡国はもっと協力すべき。断ります。次の人、お互いの国が相手企業の資産を実際に凍結し始めたら、もう後戻りできない。で、次の人が、日本の中で亡国を無理やり中国寄りにさせたい勢力があるんじゃない？あ、バレた？で、次、亡国ばっかり悪者になってるけど、日本の政治家もいろいろ画策してると思うけど。で、次の人、日本が国内の亡国企業の資産を凍結するなら、僕は日本政府 100% を支持するよと。まあ、こんな感じだったんですけどもね。
まあ当たり前ですよね、我々からすれば。だって某国支持するっていうことは国際法も国家間合意も関係ない国です宣言出すのと等しいんで、そんなねとてつもないリスク背負ってまで某国にね乗っかるメリットがある、そういう国地域がどこにあるんですかって話ですよね、うん、いや、やりたかったらそうやればいいんですよ、うんね、まあ面白いですね。日本の中で某国を無理やり中国寄りにさせたい勢力があるんじゃないか、ちょっと笑っちゃいましたけどね、うん、まあこれ間違ってもね、日本側がね、要求飲んだり、するしようものならかつてのようにね、うん、これはもうだって輸出管理、強化解除で、今まで以上にこの不正輸出していて、でまあちょあのこのね、なんだっけ、現金化、うん、あの賠償判決ね、うん、問題をもう認めたとして、うん、確実におかわりしだしますんで、当たり前ですよ、今までそれで ずっとやられてるんだから。だから日本側にはもうデメリットしかないからね、突っぱねるのが正解だし、うん、こっからですよ、こっから。だってね、そもそもがこれ喧嘩ですらありませんからね、うん、だって我々日本側としては身に降りかかる火の粉を払い続けていくだけなんで、うん、まあなんだろうね、突っぱねるも何も当然のことなんで、うん、ちょっとね、御しがたいというか理解しがたい人たちがギャー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 騒いでるだけなんで、一方的にね、うん、だからそう、金融制裁だけで、必要十二分なんで、うん、なんもう個別になんかこうね、企業ね、一企業とかなんかそういうのいらないですからね、うん、さっさとやってもらっていいんですけどね、うん、もうこの件についてもそうですけどね、もうなんか三権分立、三権分立、某国の方からもうそれなんかね、アホみたいにというか一つ覚えで、そればっか繰り返してますからね、うん、まあ一般の人もそうだしね、政府の人間ですらそうなんで、まあ日本はね、この例えば日本とのこの基本条約違反、ね、これを全面的に非難すればいいだけの、まあ簡単なお仕事っつったらちょっと言葉違うんですけどもね、うん、あとその賠償金のための戦争云々なんてコメントがどっかにあったと思うんですけど、ね、実際それになったの、第二次大戦のこの欧州戦線がそうですよね、うん、まあなんせね、この某国は歴史的に見てもずっとこうね、反日できてるんで、でここ最近はこの反米、うん、も追加して、でまあ親中親北、これはもう、規定路線ですよね。まあこんな基本中の基本なことも知らない人たちがなんかああでもないこうでもないコメントしてるんで、なんかちょっとはって感じの、ね、うん、まあでもそれはね、あるいはこのコメントにおいて、要はこのふりしてるね、自演ですよね、うん、まあ某国の人たちの工作、うん、っていうのも当然あると思いますけどね、うん、まあそもそもこの問題ね、これだけじゃないですけどね、女性の人権云々みたいなあっちの方のね、憎悪問題もそうですけどもね、じゃあ 100% ないんですけどこの某国の裁判結果をね尊重したとしましょう、仮にね。だとしても日本側の非はゼロなんで、うん、日本側がもう1ミリたりとも譲る理由がないね、うん、そうしなきゃならない根拠もない、うん、まあ、某国人に支払う金はすでにね、某国政府に渡してあるんで、ね、某国側が支払う約束にもなってますから、うん。ね、この併合無効論をね、持ち出すというなら、ね、この条約自体が成り立たないので、まあ、破棄するっつんだったら日本が渡したね、もう、その当時、ありとあらゆる日本をね、一切合切渡してるんで、ね、金と当時のインフラ代金、ね、あれ全部お金で戻せっていう話になるんですけど、できるんならやったらいいんじゃないですかね。うん。ちょっとね、これもまだまだ尽きない話なんですけども、うん、まあいよいよこのね、日本と某国の国交断絶、断交の悲願、成就なるか、ワクワクしてきますよね。うん。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。